Masayuki が華々しい初陣の戦果を上げた数年後、Masayukiには二人の息子が誕生した。我が子か。小さいものだな。そしてなんと私がこの手で守って行かねばならぬ命だ。たとえこの身に変えても。そうだな、命を捨てて何を守れるものか。私はこの乱世を、必ず生き抜いてみせる。第2章、盟友。正行の初陣から8年。武田、北条、今川、この3つの大名家の間には同盟関係が結ばれていた。しかし桶狭間の戦いで今川家が織田家に大敗。それが三国の関係にも暗い影を落とす。折しも武田家では今川派であった信玄の嫡男慶喜が謀反の疑いで幽閉され、間もなく命を落とす事件が発生。対今川の姿勢をめぐり武田家中は揺れていた。異常ありません。いらっしゃい。いい商品が入ってますぜ。
そうか。釣り日和じゃ。どなたかお助けを。最高です。今川攻めは避けられませんよ、勝頼様。またお見通しか。悩みがあれば勝頼様は私をお尋ねになる。そして今悩みの種といえば他にございますまい。ひどいな。私とてただ友の顔が見たい時もある。それは妨害の幸せけれど今は違いましょう。慶喜様のことをお考えで。今川の姫を妻に持つ兄上は今川攻めに当然反対だった。それを疎んだ父上が慶喜様に謀反の罪を着せて死なせた。そうお考えですか。バカな。父上は誰よりお悲しみだ。さようなことがあるはず。同感です。親方様の決意はさようなことで左右されるはずがない。正幸、どんな悲しみも親方様の歩みを止められない。ならば勝頼様の務めはそんな親方様をお支えすること。さように惑うばかりで何となさいます。そうか、そうかもしれないな。跡取りなどになるとそうして叱ってくれるものも少なくなった。礼を言う、正幸。何の無礼打ちかとヒヤヒヤしておりましたぞ。だが苦しい戦になるのは間違いあるまい。兄上や虎マサラを失った痛手は大きい。なればこそ策のふるいがいがあるというもの。お前は全く頼りにしている。はは。父上の王道がなればかような思いをすることもないのだろうな。
父上、勝頼様がお見えになっています。我らにもお声掛けくださいました。そうか。兄君を失われてお辛いでしょうに、優しくしてくださいました。勝頼様の兄上様はどうなさったのですか。ゆえあって遠くへ行かれたのだ。そうなのですか。我ら兄弟はそのようなことはありませんよね。ずっと一緒です。ああそうだな、雪村。見せようぞ。あっ、正行様。ああ正行様。正行様。武家の娘があまり気安く外を出歩くものではないぞ。屋敷に閉じこもっていては気詰まりですもの。城下も賑やかになり楽しいです。仕方のないやつだ。信行と雪村の面倒も見てやってくれよ。私などが口を出さずとも、あの子たちは日々鍛錬に励んでおりますよ。早く父上のお役に立ちたいと願っているようですね。子供は子供らしくしていればよい。ではそのように言ってあげてください。そのうちにな。Yeah.
すでに勝ちは見えておる。今川家臣に話が漏れてしまっては一人も逃がしては。何だと？無働きなど自慢にならぬ。愚策である。
それは。仕掛けておいて言えたことで。わか。そうだな。はい。いかがした？
Thank you.